아싸베르가 하지마르요. 今日は ココタマハウスホビーお花のアレンジセットで ココタマハウスをきれいに飾り付けしてみるよ。 お花や蝶々の形の飾りに、 あ、ミシェルもいるね。 こっちにはかわいいお花柄の絨毯もあるよ。 箱を開けて飾り付けしてみよう。箱の中にはこんなにもカラフルなアレンジセットが入ってたよ。ピンクと紫のハートのミニクロスかわいい。あー、このデコパーツもかわいいな。早くココタマハウスに飾ってみたい。 まずはダイニングをお花でアレンジ。お花柄のとってもかわいいカーテンとカラフルな絨毯、それからデコパーツでお部屋をアレンジしてみたよ。ダイニングの雰囲気もより華やかになるね。 オレンジの元気いっぱいのカーテンにイチゴのカーペットの組み合わせ。 この組み合わせもなかなか素敵だね。 またまたお部屋がおしゃれな雰囲気にチェンジ。 ココタマハウスの他の場所も可愛くアレンジしてみよう。 ベッドルームもラブリーなお花柄に模様替え。みんなお喜びだよ。メロリーのお部屋をお花柄のカーテンでこんな風にアレンジしてみても可愛いかも。 ココタマハウスが一気に春らしくなったね。卵の中のどれか一つだけにココタマが隠れてるんだって。どの卵の中に隠れているのかみんなわかるかな。正解は紫の卵の中にキラリスが隠れていたよ。 紫の卵を選んだ人、大正解。